狭くなっちゃうじゃん。あ、そうですね、うん、こっちに行っちゃダメですか。でも行くけどさ、両サイド。回す操作よりもスキーを進行方向に進めるのを優先。蹴るな蹴るな、ここでこうふわーっと谷へ移動して、谷へ移動していくわけだから。打ち足のアウトで立つな、打ち足のアウトで立つな、外スキー終わらせてから両スキーでエッチングだ。ほら前行っちゃダメだ、前行っちゃダメ、むしろ後ろのビンディングの方に近づいていくようにして滑んな。あら体入りすぎ、スキーの荷重不足。ずっと回ってっちゃうぞ。まあほら今のインサイド行き過ぎだねか、全然外ほら。切り替えていく方向、ストックの引きずってる方に切り替えていくんだと、膝を返していくんだ。ストック引きずってる方に膝返していくの、横だ。だからすれんねえな。すねが作る角度があるでしょ、内径角度。これが打ち方までしっかり抜けてるかどうかビデオで確認しろ。お客さんいてたらやめろ、やめろってか、スタートすんな。この位置を変えないで押し込むだけだぞ。押し込むだけ、ぎゅーって。ちょっと待てばいいタイミングあるから、タイミング測ってくれ。明かり止まるとき気をつけろよ。止まるとき気をつけろ。出始めがちょっとあれだったけど。ちょっと最後弾むようなピッチ見せて、ここで止まってくれ。明かり止まれ。中かけてる、中かけてる力。外かけろ、外。これ中かけ、ほら力中かけてるの。伸ばせ伸ばせ、内股関節緩めて、外もっと外出せ。もうリンキチちょっとエッチング、ちょっと強さ出てきたぞ。喉乾いたな、どっか水飲むとこねえんかな。伸ばせ伸ばせ、内股関節緩めて、外もっと外出せ。もうリンキチちょっとエッチング、ちょっと強さ出てきたぞ。
喉乾いたな。どっか水飲むとこねえんかな。